これから中学校給食開始にあたっての説明を始めます。まずはじめに、秦野市長からご挨拶申し上げます。皆様、こんにちは。秦野市長の高橋正和です。いよいよ、本年12月から中学校の完全給食を開始します。四季折々、旬の特産物を生かした安全安心で美味しい、生徒が喜ぶ秦野らしい給食を実現することで、育ち盛りの生徒の心身ともに健全な育成を図るとともに、子育て支援策の充実につなげることを目的としています。中学校給食の開始に向け、現在ハード面では給食センターの整備や各学校のエレベーターの整備を進めています。ソフト面では中学生に合った栄養バランスを考え、新鮮で栄養価の高い地元の野菜や特産物を生かし、お子さんが美味しいと喜んでくれる献立を市の栄養士が今一生懸命作成をしております。給食開始前には保護者向けの試食会も予定しておりますので、ぜひ楽しみに待っていてください。引き続き12月からの中学校の完全給食に向けて準備を進めてまいりますので、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。秦野市の中学校は、家庭からのお弁当を基本とする牛乳給食を行っていますが、今年12月から完全給食を開始します。完全給食とは、ご飯、パン、麺などの主食と、おかずである副食に牛乳がついた給食を言います。2018年度の中学校完全給食の実施率は、全国の公立中学校が 93.2% であるのに対し、神奈川県は 44.5% で全国最下位でした。しかし、神奈川県でも本市をはじめ多くの自治体が完全給食を開始または開始予定となっています。それでは、なぜ完全給食が必要なのでしょうか。成長期の中学生は、小学生に比べて約 1.3 倍の栄養量が必要です。完全給食であれば、栄養学の専門家である管理栄養士が献立を作成し、育ち盛りの中学生に必要な栄養バランスの取れた食事を継続的に提供することが可能となります。これから始まる中学校給食では、思い出深い小学校給食の献立をもとに、旬の食材を積極的に取り入れた季節感のある献立、地域や学校行事に合わせた献立、全国の郷土料理や世界各国の特色ある献立など、給食の時間が楽しみとなるようなメニューを提供したいと考えています。また、完全給食であれば、生徒みんなが同じ給食を食べることで、一緒に味わう時間を共有し、配膳を通じて協調性を育てることにもつながります。安全安心で栄養いっぱいな生徒の皆さんに喜んでもらえる、秦野給食を保護者の皆さんと共に作り上げていきたいと考えています。給食の提供にあたっては、食物アレルギー対策にも力を入れています。秦野市の中学校給食では、食物アレルギーの原因として特に心配される特定原材料7品目を除いた除去食を提供します。食物アレルギー対応食は、専門の調理員が学校給食センターの専用調理室で、他の食事とは完全に分離して調理します。また、配膳は専用の容器に入れて直接生徒に届けます。その上で、月に一度はできるだけ多くの生徒が同じ給食を食べられるよう、飲用牛乳以外特定原材料7品目を一つも含まない献立、
アレルゲンフリー献立を用意します。栄養バランスに優れた給食を提供する上で、牛乳は大きな役割を担っています。給食にはなぜ牛乳が必要なのでしょうか。ここで、東海大学健康学部健康マネジメント学科の森真理先生ご指導のもと、神崎志保さんが秦野市のために作成してくださいました食育動画をご覧ください。カルシウム摂取の重要性を知ろう。東海大学健康学部の神崎志保と申します。よろしくお願いします。まずはじめに、皆さんはなぜ牛乳給食が推奨されているか知っていますか？背を伸ばすため、栄養があるからなど様々な考えが上がってくると思います。牛乳給食が推奨されている理由は、牛乳にはカルシウムが多く含まれていて、そのカルシウムには、一つ目、丈夫な骨や歯を作る。二つ目、筋肉を動かす。三つ目、血を固める。四つ目、心臓を動かすなど、多くの働きを活発にさせる作用を持っているからです。学校給食のない日は、カルシウムの摂取量が基準値よりも3割から5割ほど不足しているということもわかっています。ここでカルシウムが多く含まれている食品について紹介します。乳製品では牛乳、ヨーグルト、プロセスチーズ、野菜類では小松菜、菜の花、水菜、切り干し大根、海藻類ではひじき、小魚では桜エビやししゃも、豆類では木綿豆腐、納豆、厚揚げなどがあります。おやつとしてヨーグルトやチーズをとってもカルシウムを摂取することができます。カルシウムが少ないとどんなことが起こるかわかりますか？骨からカルシウムが放出されて骨粗しょう症を引き起こします。骨粗しょう症とは骨量が減って骨が弱くなり骨折しやすくなる病気です。またカルシウム不足が続くとイライラしたり集中できないといった状態になります。カルシウムを取って健康な体を作ろう。成長期にしっかりとカルシウムを蓄えておくことは将来の自分の健康のためになります。骨量を増やして丈夫な骨を作るためにも毎日の食事でカルシウムを十分に取り続けましょう。これで終わります。ご覧いただいたようにカルシウムは子どもたちの成長や健康のためにとても大切なため、カルシウムの必要量が多い中学生の給食には牛乳が必要です。牛乳と様々な食材の組み合わせによって、育ち盛りの中学生に必要なカルシウムたっぷりの献立が、秦野の中学生の健やかな成長をサポートしていきます。完全給食を調理する学校給食センターは、市内のほぼ中央に位置する旧水道局庁舎の跡地に建設しています。学校給食センターからは、すべての中学校に温かい適温の給食を届けることが可能です。また、保温性や保冷性に優れた食感を採用し、食器やお箸などもすべて給食専用のコンテナに入れて配送することで、異物混入のリスクをなくし、衛生管理を徹底した安全で安心な給食を提供します。次に今後のスケジュールですが、5月には食物アレルギーの対応について保護者の皆さんに通知します。お子さんに食物アレルギー疾患など特に留意すべき点がある場合は、学校生活管理指導表を提出してください。学校及び学校給食センターは、学校生活管理指導表を提出されたご家族を対象に、6月から8月の間に個別面談を行います。個別面談では、食物アレルギーの内容を確認し、生徒一人一人に合わせた対応方法を決定します。また、
中学校給食費は、学識経験者などで構成される学校給食運営審議会で審議され、5月頃決定する予定です。中学校給食では、公開系制度を導入し、保護者の皆さんが希望する金融機関の口座から給食費を引き落とすため、入金や集金の負担が軽くなります。口座振替については、6月頃、保護者の皆さんに通知しますので、9月末日までに金融機関での手続きをお願いします。なお、小学校でも来年4月からは公開系制度を導入する予定です。学校給食センターは9月下旬に完成し、施設見学会や試食会などを行う予定です。12月1日の完全給食開始に向けた様々な取り組みは、今年度から発行する学校給食ニュースで随時お知らせいたします。中学校給食の献立は、生徒や保護者の皆さん、市内の生産者や飲食店の皆さんからも募集する予定です。地元の新鮮で栄養満点の食材を積極的に取り入れた地産地消を推進することで、子どもたちのふるさとへの理解を深めます。また、献立は給食だよりを通じて、保護者の皆さんにもレシピを公開するほか、様々な食育イベントも企画し、地域のみんなの力で中学校給食を盛り上げていきたいと考えています。中学生の健やかな成長を支える肌の給食にどうぞご期待ください。